近く、代表辞任される意向を表明されまして、先ほど、会見も拝見しました、うん、あの今回、議席を伸ばしそうですけれどもあの、松井代表、やり残したことありませんかいや、もう僕はありませんよ、国会議員やったことはないんですけどね、はいえー、知事2期、市長1期、そして、まあ、20年、今、19年と少しですけど。<laughs> 20年間政治やってきまして、あのまあ、手を抜くことなく、あのまあ、がむしゃらに全力でやってきたところは、まあ実まあ、それが100点満点かどうかは別として、えー、やれることはすべてあのやったと、まあ、都構想は否決されましたけれども、そこまでのチャレンジは、えー、できましたんでねあのこう、やり残したっていうのは、まあ、ありませんね。 今回、全国政党を目指してというところなんですけれども、現在、当選確実が出ているのが大阪2議席、そして兵庫が1議席、そして神奈川1議席です。ここの現状の受け止め、いかがでしょうか、うんまあ、あの候補者含めて、えー、我々のメンバーがあー、まあ、一生懸命走り回って、まあ、少しは、えー、勢力を伸ばしていただいたと、こう思っています。うん であの憲法改正に向けた必要な議席三分の二まもなく到達かと思われます。あの松井代表も来年の統一地方選に合わせて国民投票を行うべきだというふうに明言されていますけれども、まあ憲法審査会もまあ毎週のように開かれるようになりました。これ間に合いますか。これはあの岸田総裁次第だと思います。うん、今回のあの選挙において自民党は、えー、速やかに憲法改正発議ということも。 あのおっしゃってましたし、これ、非常に残念なことに、安倍元総理がえ教団に倒れて、本当にあのお亡くなりになり、自民党の皆さんは安倍元総理の意思を引き継ぐと、はっきりえー選挙戦も選挙中もおっしゃってました、安倍元総理がえーやっぱり目指されたあの憲法改正と、 いうものを圧倒的に今回勝利,あの勝利者であるあの自民党の皆さんが旗を振って現実のものにするべきだと我々もあの憲法改正発議にはあの賛同しているわけですからスケジュール決めないとこういうあの憲法改正というあの中身の,あのこう具体的な議論というのはスケジュールがあるからこそ えー、みんな真剣に議論をやるわけです、スケジュールを定めて進めていくべきだと思ってます松井さんの中で、どこからというところ、項目としては挙げられますか。われわれは、えー、もう党の中では、えー、教育無償化、それから、えー、憲,法裁判 <laughs> 憲法裁判所設置、<laughs> 地方自治、この3項目については、もう条文を持ってます。それから自民党は えー、自衛隊を憲法に明記するということははっきり書かれていますし、えー、自衛隊を憲法に明記することはわれわれ賛成ですから、えーそ、その4点についてはまとめれるんじゃないかなと、思ってます松井さん、お疲れ様です高岡です。はいえー、よろししくお願いしますあの まあやりりったというお話がありまわれ、うんえー、我々はいつも街頭でもお話を聞いてると、大阪はまず稼ぐんだと、で稼いだお金で有権者に還元してきたんだということは、もう関西の方はよく聞いてる話なんですけれども、ええ、あの先ほど、藤田幹事長から、いや、あの私の印象では、まだ確定してませんけど、当選伸びてると思うんですが、完敗なんだと、これじゃ、うん、という評価が出ましたが、まず、現段階での代表の評価はいかがですか。 われわれは,我々はあの自民党に、えー、対峙できる、えー、そういう野党としての、えー、姿、えー、そういう力を与えてもらいたいとこう思う、えー、そういうことで今回、選挙戦ってきましたけれども、えーまあ、まだすべて結果は出たわけではないですけれども、結局は自民党が圧勝してますから、これ、野党の立場としては、えー、今回の選挙も、えー、自民党に対して、 ええー、乾杯したというふうに考えています。わかりました。次です。I. R. で稼ぐんだということは、ああ、維新に理解のある方はわかりますけれども。うん、全国に伸ばしていくときに、うん、うちはやっぱり I. R.。私はあえてカジノで言いませんけど、I. R. 関係ねえんだよという地域はいっぱいあると思うんですね。うん、I. R. 以外で、どうやって地方は稼いでいきます。まずね、あのー、我が党で、えー 今、消費マインドの高い人っていうのは、やっぱり若い人なんですよ、個人消費をあの拡大することで、やっぱり経済というのは活性化されるわけで、えー、先ほどあの番組見させていただいてましたけど、あの我が党の馬場代表も言ってたように、やっぱり若い子育て世帯、現役世代の可処分所得を,を増やしていく、えー、そのことで消費マインドを引き上げていく。 それがあの経済の、えー、パイを大きくすることになりますから、そうすることによって、税収も上がってきます松井さんあの、これは本当に、えー、嫌な顔をされることを承知で聞きますが、うん、やっぱり今回の選挙に関して、あるいは選挙の前からですけれども、地方議員も含めて、 あまり維新の議員さんたちについていいお話が出てこないケースがよくありました、うん、あやっぱりその経費の使い方の問題であったり、うん、あるいはスキャンダルメーター話があった、でこういうことに対して、私の印象はやはり今まで維新を率いてきた方は大変厳しい身内に対しても言い方をなさったわけですね、で松江さん、これから表舞台から去ると断言された、うん、表舞台を去る前に、こういう方々に対するけじめの取り方はどうするつもりですか。 あのまずは党としては、そういう人は除名してますけど、これ、なかなかね、一度バッジつけますと、辞めさすことはできないんですよね、議員辞職までは、辞職勧告決議案を議会で多数で可決しても、法的拘束力がありませんからね。でまあ これはあのそういう,う,こう人材についてはね、我が党も批判をされる、えー、そういう方がいらっしゃるのも事実ですし、これはやっぱり我々も反省しなければならないし、これはでも、どの党にも、えー、起こっている問題ですんでね。うん、やめさせられないということを、やめさせられるようにして、ご自身が引くという選択はありませんいやだからそれ、法律を変えないと無理ですよ、これ。 法律を変えるように、まだ代表だったら、国会議員、動かせますよいや、国会議員で、わが党でそういうことは法律は提案しても大丈夫ですけれども、なかなかこれ、議員の身分というのは、民意で与えられたあの議席ですんでね、非常に重いもんだっていう議論の中で、そういう、えー、国会でその法律によって、 えー、辞職させる、その法律を作ることできますかね、これ、なかなか厳しいんじゃないですかでは最後に松井代表が考える次の代表、ふさわしい方、こんな人になってほしいという人がいればいや、これ、初心忘れず、維新のアイデンティティを持って、これからも活動を続けてくれる方になってもらいたいと思いますわ、はい、かりました、松井代表にお話を伺いました、ありがとうございました。